日本気象協会の工藤かな子です。皆さん日傘って使っていますか？今や日傘を差すことは紫外線対策だけではなくて、じりじり照りつける日差しや暑さを避ける意味でも大切だと思っております。でも日傘ってなんか面倒くさいなとか、あと日傘ってちょっと恥ずかしいかもみたいな声も聞いたことあるんですけれども、私としては皆さんに日傘を差してほしいということで、日傘のありやなしで暑さや紫外線の量にどれほど差が出るのかを実験していきたいと思います。実験に使うのはこの日傘です。日傘にもいろいろ種類がありますので、どんなやつを買おうかなって迷われてる方もいるかなと思って2種類持ってきました。こちらは私の私物の日傘なんですけれども、10年前ぐらいに買ったやつで、こう裏地がついていない白色のものになっています。シンプルな日傘で結構光は通しますね。でこちらが最近話題の遮光率 100% の日傘でして、こう生地にも張りがあって裏地もこう黒いものがついています。この2本の日傘を使って気温と紫外線2つの実験をしていきたいと思います。今回の実験はこちらの皆さんに協力してもらいます。はい、集合。はい。今回はこの4人で実験をしていくんですけれども、井上くんにはこちらの裏地がついてない白い日傘を差してもらって、萌香さんにはこちらの遮光率 100% の日傘を差していただいて、2人ともは日向に立ってもらいます。私は日傘を差さずに建物の日陰に立ちまして、で小野寺くんには日傘を差さずに日向に立ってもらいます。はい、こちらの手持ちの温度計を使って10分間どれぐらい気温が変化するのかを見ていきたいと思います。それぞれ顔の高さぐらいで持ってもらって、その気温を測っていきます。紫外線の実験はこちらの簡易的なチェッカーを使ってやっていきます。紫外線に当たると色が赤くなるという仕組みらしいです。地面に傘を置いた形でこのように測りました。もちろん日傘を差している方が気温も低くなりますし、紫外線の量も少なくなると思うんですけれども、それぞれの差に注目して実験をしていきたいと思います。じゃあ皆さんよろしくお願いします。はい。それぞれの場所に立って実験スタートです。今日実験に参加してくれている井上くんと工藤萌香さんは今年の4月に入社した新入社員でして、なんか一言お願いします。1年目の工藤萌香です。若さを生かしてフレッシュに頑張ります。1年目の井上亮です。動画初めてで緊張しますけど頑張ります。ああ素敵ありがとうございます。皆さん体感とかどうですか？僕はめちゃめちゃ暑いです。もう日直接当たってるんで日差しが遮られてるからそこまで暑いって感じではないです。直射日光は和らいでるんですけど、上の方がすごい暑いですね。ちょっと私のところが日向になってきちゃったので実験終了です。みんなに持ってもらった温度計はちょっとうまく差が出なかったので、その後5分ほど地面に温度計を置いて傘を置いて日向と日陰で測りました。比較した温度をこれから発表します。じゃあ皆さん行きます。せーの、じゃん。私が日陰の気温で、萌香さんが遮光率 100% の日傘の気温で、井上くんがあの白い日傘ですね。小野くんが日向の気温。ちゃんと僕は暑いですよ。暑いですね。結構こことここ差ありますね。本当だ。1度も違います。1度ぐらい、うんね、地面に温度計を置いてるので、ちょっと地面の温度も取っちゃってると思うんですけれども、差がこれだけ出たっていうのは結構驚きですよね、うん、紫外線の結果はこちらです。遮光率の低い日傘と 100% 遮光の日傘とで差が結構あるように感じますね。日向と比較するとかなり差が出てます。皆さん体感どうでしたか？小野寺くん、日向の。僕はもう日差しがもう直接当たってたので、はい、当たり前ですけどかなり暑かったですよ。もう本当に汗だくだくで、はいはい、地面に垂れるぐらいすごい暑かったです。じゃあ白い日傘の井上くんどうでした？直射日光は和らいでるんですけど、まあ、ちょっと暑いです。日向よりはさすがに涼しいと思います、はい、あるだけでちょっと日差しは変わったかなって感じ。日差しは少し変わります、ね、うんうん、で 100% 遮光の日傘を差した萌香さんどうでした？はい、 100% っていうだけあって、自分の上にちゃんと影ができていたから日差しは遮られてたなって思います、うんうん、涼しいというよりかは暑さはしのげたかなっていう感じです、うんうん、結構暗さありましたもんね、はい、差してあ違うって一言言ってましたよね、はい、今回面白い結果になりましたね。日傘をまだ持っていないとか、どんな傘を買おうか迷ってるという方はぜひ参考にしてみてください。天気 JP では1時間ごとの気温の予想を確認することができます。
危険な暑さになりそうな時間は外出を避ける、もしくはしっかりと日傘を使うなど暑さ対策を万全にしてください。合わせて紫外線情報も確認してください。こちらも1時間ごとに予想がわかるのでぜひご利用ください。無料のアプリが便利ですので概要欄に URL を貼っておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。